立体エクスポ2010において、早稲田大学河合隆研究室は、視覚的な運動刺激により、提示されていない触覚が誘発されるシステム、触運動錯覚提示システムの展示を行いました。まず、どのように錯覚を感じるかということなんですけれども、実際の手に触覚刺激を与えます。それに合わせて映像の方でもその触覚刺激が与えられているという映像を提示します。そしてこの手に与えられている触覚刺激を止める、動きを止める、しかし映像の方ではその刺激を与えているものが動き続けるという映像を提示することで、止まっているはずの触覚刺激が映像の刺激によって動いているものと感じられるという仕組みになっています。これは頭の中で視覚から触覚を感じるということが行われているということに起因すると考えています。このシステムにおいて視覚から触覚を提示する可能性が見出せたことにより、さまざまな分野においての応用が期待されています。従来の触覚システムをより簡易化することが可能になるですとか、あとは、今まで提示できなかった触覚が視覚によって提示できることが可能になると期待しています。そのため応用分野としてはまずはゲーム分野、例えば、携帯用のゲーム機に、少しの、機材を加えることによって、例えば手の上で何かが動いているというようなアプリケーションができたり、あとはガイドやナビゲーションで触覚で方向を指示するといったようなことが可能になるかなと考えています。またもう一つの応用としては、例えば手が動いているような感覚というのを提示できれば、リハビリテーションなどにも応用ができるのではないかと考えています。今後河合研究室では、手以外にも足や体のさまざまな部位において触運動錯覚が生じるかどうかの研究を行っていく予定です。